はい、スクスタのガチャやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は、ダイヤさんのねお誕生日ガチャ回していきたいと思います。ストーリーモードねなんとかこなして、1800個、ラブカスター集めましたので、こちらを使ってやっていきましょう。それではいきます。まず1回目、お1回目から UR の演出が来ました。さあ、ダイヤさんのね、カードも、そこそこ集めてるんですけどね。できれば、新規が来てくれれば。あ、さあ、最後が、UR でしたね。はい。さあ、この辺は全部Rカード。嬉しいです。これ新規の、消防隊のダイヤさんですね。はい。ということで、幸先なかなかいい感じですね。はい。1回目で来たので嬉しいです。それでは2回目いきます。はい。2回目は演出はなしということです。さあ、SR が1枚のみSR1 枚ですかね。はい、あゆむちゃんが来ました。4突目、あとは R カードですかね。はい、ということで、2回目はね、ちょっとSR1 枚のみでした。はい。それでは、ステップ3いきたいと思います。なんかどんどん状況が悪くなってますけども。いやー、これは真っ白なので、SR すら出ない確率もあると。いやー。これは、外れですかね。ちょっと残念ですけども、おそらく、全部Rだと思います。はい。ステップ3は、何もいいとこがありませんでした。それではステップ4いきたいと思います。こっからがね、SR 以上確定ということになります。はい、 SR が2枚来ました。はい、ハイちゃんが来ました。最初ね、幸先良かったんですけど、その後が、あまり、おっと嬉しい、ダイヤさん、ごとつですね。SR ですけども、ごとつなので、まあゲームでも結構使えるんじゃないかと思います。さあ、それでは最後の、UR 確定いきます。新規が来てくれると嬉しいんですけども、さあ、花火演出がありますけども、どんな結果になるのか。おっと、昇格が、来ました。あ、2つありますね。はい、
あ、チカちゃん来ました。嬉しい。新規ですね。さあ、最後の1枚。あれがダイヤさんのね、確定 UR だと思います。さあ、どうかな。はい。来ました。これ以上燃え広がる前に、おっと。消火しますわよ。ダブリですね。いやー。ダイヤさん、嬉しいんですけど、ダブリで同じ絵柄という結果でした。はい。ということで、私の、ガチャの方の結果ですけども、まあ、ダイヤさんのね、カード、この消防隊のカードが2枚、あと、チカちゃんのカードが1枚 UR で来ました。まあ、このバースデーガチャなんですけどね、まあ、引けば、UR が必ず出るので、まあ、結構お得なガチャじゃないかなと思います。今年もね、始まりましたけども、またスクスタのガチャ、しっかりやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。それではまた。